様より第52回高専杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス2023女子シングルス決勝戦を行います。選手の紹介をいたします。本部側33番兵庫県須磨学園高等学校前田理央選手3年生。対しまして1番和歌山県和歌山親愛高等学校岩本のぞみ選手3年生。観客の皆様、素晴らしいプレーには拍手での応援よろしくお願いいたします。第10コートレディー。
ご覧の通り、女子シングルス決勝は4対3をもちまして、1番和歌山県和歌山親愛高等学校岩本のぞみ選手が勝ちました。また岩本選手は昨年に引き続き姉妹での大会連覇となります。岩本選手おめでとうございます。補助生徒に連絡します。ダブルスの準備をお願いします。